神様っていないんだなぁと思った話。10年前、知人 A の不倫と托卵が判明した。A 家の2人の子供のうち、上の4歳の子は栄養の子だったけど、下の1歳の子は不倫相手の子だった。不倫相手は A の職場の同僚、独身だったので、栄養が怒って職場へ乗り込み、結構な修羅場になった。結局 A 夫婦は離婚し、上の子は元夫が、下の子は A が引き取った。A と不倫相手は揃って退職し、その後、二人は不倫相手の地元に引っ越して再婚した。この後、A と不倫相手が落ちぶれてでもいれば因果応報だったんだけど、現実は違った。A の不倫相手だった A 原夫は、地元の大きなグループ企業の跡取り息子だった。縁故採用先を不祥事で退職する羽目になった彼は、親から叱られはしたものの、結局は、親元で、今はいくつか会社を任されて、もう数年で正式にグループ全体の代表になる予定だそうだ。田舎だから彼はそこそこ有名人で、A との結婚に至るまでの顛末も大体みんな知ってるんだけど、今は落ち着いてて女性問題を起こしたりするわけじゃないし、仕事もきっちりしてるし、別に昔のことはいいんじゃないって感じで受け流されてる。私は A とは切るに切れない付き合いの関係があるので、年に数回くらい会うけど、いつもいい服を着ていい靴を履いて、ブランド物のバッグを持ってニコニコ笑ってる。離婚時に連れて行った子の他にも、3人の子を産んで、それだけ子供がいても狭くないだろうなという大きな豪邸に住んでる。離婚時1歳だった子は今小6で、この辺では、珍しい私立中学進学を目指して、毎日家庭教師付きで勉強してる。他の子たちも習い事もたくさんして、しょっちゅう、外食にも旅行にも出かけてる。一方の A 元夫さんは、どうも窮状にあるみたい。離婚後、ずっと、父一人っ子一人で頑張ってきたけど、収入が激減してしまい。お子さんは中3だけど、希望していた私立高校は諦めざるを得なくて、反抗期も相まって喧嘩が絶えなくなってしまったとか。最近彼に会った人が、離婚時もすごくやつれてたけど、さらにげっそりして、老け込んでしまって誰だかわからなかった、と言っていた。なんか、結局、生まれつきの勝ち組 A 原夫と、それにうまいことくっついていける人、A は、ひどいことしても、人生うまく回るし、何の日もなくても辛い目に遭ってしまう人、A 元夫がさらに追い打ちかけられるようなこともあるんだよね。世の中って不平等だし、神様っていないな、と思った。25日は休みだったんだけど、夜に会社の先輩から、新しいバイトを採用した。26日が出勤日だからよろしくって LINE が来たのよ。マジか。それじゃ、休み明けは早く出勤しよう。ってことで、普段より1時間早く家を出たんだわ。会社に着いてみたら誰もいない。当たり前だ。掃除とかしつつ休みの間にどれだけ仕事進んだかなってチェックしてたんだけど、玄関の扉が開く音がして、すみませんって聞き覚えのない声がしたんだ。あ、新人の人だな。と思った俺は、玄関まで小走りで向かった。扉を開けると、坊主頭の若い男が立ってた。多分、年齢は20代だと思う。俺の顔を見たら、今日からお世話になります。S と言います。で、元気よく挨拶するから、今時珍しい好青年だなぁなんて感心してたんだよ。新人君を仕事部屋に案内しつつ、タイムカードを用意したり、仕事の流れなんかを簡単に説明していると、社員やバイトたちが出勤してきた。新人くんの紹介をしていると、仕事の時間になったので、俺は自分の仕事をしつつ、バイトくんのフォローをしてたんだ。そういえば、新人くんの履歴書って確認してなかったなぁと。1時間ほど経って気づいた俺は、面接担当の先輩の机に向かった。本来なら、新人に仕事を教える俺の机に置いておく約束なんだけどなぁと思いながら、先輩が履歴書を入れてるであろう机の引き出しを開けた。開けた引き出しには、別人の履歴書しかなく、新人くんの履歴書は、引き出しをどれだけ探しても見つからなかった。もしかしたら、他の社員に預けてるのかなと思い聞いてみると、知らないという答えが返ってきた。まあ、本人が出勤してるんだから履歴書なんて必要ないか。と探すことをあっさり諦めた。仕事も順調に進んで、そろそろ昼休みになるときに、先輩が出勤してきた。この先輩が、バイトの面接する人で、俺に LINE を送ってきた人なんだけど、おはようございますって入ってきたと思ったら、俺の方を見て、一瞬でも動きが止まった。正確に言うと、俺の隣に座ってる新人くんを見て止まった。俺はそれを見て、あれ?と思ったが仕事中だし、後で聞けばいいかとスルーしようとしたんだが、すぐ、先輩から LINE が飛んできた。あのさ、隣に座ってる人って誰?新しい人。LINE を見た俺は先輩の冗談だと思った。なんでかっていうと、その先輩は、つまらない冗談とかすぐバレる嘘をつく人だったから。自分が採用した人を忘れるなんてひどい人だって返信したんだ。ミーティング室で話す。先輩からの即レスで、俺は、これは、マジっぽいのかも、と不安になりつつミーティング室に向かった。俺がミーティング室に入って、すぐに先輩も入ってきた。あれ誰?君が採用した子。今日来る予定のバイトって女の子だぞ。入ってくるなり先輩がまくし立てた。俺は焦りながらも、もしかして、その子って、机の引き出しに入ってた履歴書の子ですか?と聞いた。すると先輩は、履歴書見たのかよ。見たのに別人入れるなよ。嫌だって、本人が、今日からお世話になりますって言うし。俺は、そう言いながらも、やべえなと焦っていた。そこから、先輩との罪のなすりつけ合いがあったけど、長いから割愛する。本来来る予定の女の子は来ていない。しかし、来るはずのない男の子が今会社にいる。正体が何かとか今はどうでもいい。俺と先輩はどうにかして会社から、坊主くんを追い出さないといけないという結論に達した。俺たちがミーティング室で話し合いをしている間に、昼飯タイムに入っていた。何人かは会社で弁当を食べていたんだけど、問題の坊主くんの姿が見えない。坊主くんの近くの席にいた人に聞いてみると、コンビニに行ったと教えてくれた。坊主くんが帰ってきたら俺と先輩で話し合いをしようということになった。正直、俺はとんでもないことをしでかしてしまったという絶望感で、飯を食う気力もなかった。だんだんと休憩時間が少なくなってくるのと同時に、俺の胃も痛くなっていった。しかし、コンビニに行ったという肝心の坊主くんが全然帰ってこない。別の場所で飯を食べてるのか、コンビニに行かずに、飯屋に入ったのかわからないが、とにかく帰ってこない。結局、坊主くんは、仕事が始まる時間になっても戻ってこなかった。というか、そのままとんずらしてしまいましたとさ。おしまい。何だったんだろう。